最強戦チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は、麻雀最強戦2016近畿四国最強位決定戦でございます。12名の、ブロック最強位が誕生する日でございます。本日はですね、20人の、添付予選を勝ち抜いた、代表の方々で、近畿四国最強の図を争うわけですが、20人ということはですね、上位8人が、準決勝へ進出するというシステムになります。まず予選半チャン3回打ちまして、上位8名が、準決勝に進出し、2択に分かれ、各択上位2名が決勝戦進出というシステムですね。ということは最初の、予選3回は8人を決める戦い、ポイントは持ち越しされませんので、最初の予選3回は上位8名を決める戦いとなります。ボーダーがちょっと難しいところなんですが、4分の1でだいたい5、60、3分の1で3、40となると半分はだいたい0ポイントなんで、10から20ポイントがボーダーだと思われますが、ただその時の、ダントツ者が出たりとかですね、横並びになるによってボーダーが変わってきますんで、1回戦終わるごとにボーダーラインを発表していきたいと思います。ではまず開会に先立ちまして、前、チャンピオンでよろしいですかね、近畿四国最強位を取りました浦谷さんです。ちょっと一つ挨拶をしていただきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、連覇に臨む気持ちをどうぞ。バッチリ練習してきたんで頑張りたいと思います。どういう練習してきたんですか？もう打ちまくってました。仕事以外は、はいね、昨年もその切れ味の鋭いというか攻め味がね、もう持ち味ですけど、今日はより以上に攻める感じですか？そうですね、はい、はい、分かりました。さあ、連覇なるかも注目です。でお席のお付きください。はい、さあ、そしてですね、本日、私とともにですね、実況および解説を、やっていただきます。お二人のスペシャルゲストを紹介いたしましょう。まずはですね、西日本最強戦ガール、高橋ゆきプロです。どうぞこちらに、高橋プロ。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。さあ、西日本ガールとしてね、最強戦ガールとしていろいろなテンポで戦ったと思うんですけど、どんな印象を持たれました？いや、予選会場では一緒に皆さんと混ざって麻雀を打たせていただいたんですけれど、皆さん本当にお強くて、まあ、麻雀のポイントは自分は結構マイナスになってしまって、はい、そんな勝ち抜いた方々の麻雀を今日見られるということで、とても期待しております。今までのね、どの最強予選の大会もそうだったんだけど、本当添付予選勝ち抜いてきた人の麻雀は結構強いというか、内容がかなり濃いですよね。はい、なんか個性が皆さんあって、見ててすごく、他の予選会場も見たんですけど、とても面白いので今回も期待してます。そうですね、じゃあぜひ今回近畿四国最強決定戦に出られた方々の打ち筋をですね、高橋プロの目線でうまく実況および解説をお願いいたします。はい、本日一日よろしくお願いします。はい、さあ、それではですね、ありがとうございます。もういいですね、皆さん拍手がね、来ない会場もあるんですよ。ここは拍手が来るんで素晴らしいですね。さあ、じゃあ簡単にですね、ルールの方の説明をお願いいたします。はい、このままでいいですよ。はい、では簡単ですが、麻雀最強戦のルールについて説明させていただきます。麻雀最強戦は、50分打ち切りありのルールとなっております。トンナンハンチャン戦のクイタン後付け一発裏ドラありの一般的なありありルールです。途中流局が一切ありませんので、99杯数風連打4人理事等はございません。オーラスの親についてですが、トップの場合のみ上がりやめの選択ができます。ポイントを稼ぎたい場合はもちろん続行することも可能ですが、トップの場合のみ上がりやめを選択することも可能です。また珍しいルールとして、自分の積も番が残っていない状態でのリーチがかけられます。あとは、親は天敗連チャン、形式天敗入りの一般的なありありルールとなっております。わかりました、ありがとうございました。それでは本日一つよろしくお願いいたします。はい、高橋プロでした。そして最後は、最近天才バカボンを出してね、ね、もう今話題沸騰の、初代天鳳位朝ピンさんです。どうぞこちらに。
本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、どこら辺注目していきます？そうですね、まあ、僕ちょっと先ほど紹介していただいた本の方で、最強位の鈴木太郎さんに、いろいろ最強戦のお話を聞きまして、はい、で、まあ、このルールの、戦い方のこととかも結構勉強してきたんで、まあ、そのあたりに、はい、注目して見ていきたいなと思ってます。なるほど。要するにこの最強戦というシステムの勝ち方をちょっとね、伝授されてるわけですね。そうです、電話で太郎さんと多分30時間ぐらい喋りました。30時間そうなんですか。それ携帯で話されたけど、多分大変なことになってると思いますけどね。さあ、では本日も一つ、鋭い解説よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アサピンさんでした。さあ、では、実況解説、まあ、私も加わりますけど、高橋プロ、アサピンさん、そして私の3人で、お伝えさせていただきます。さあ、そろそろですね、もう皆さん、かなり緊張の中にいますが、まもなく1回戦始まりますけど、準備が整うまでしばらくこちらをご覧になってお待ちください。はい、それでは1回戦の方を見ていきたいと思います。映ってるのが、はい、ちいちゃが、北村さん、北村さん、はい、なんちゃがビッグドラゴン、代表桑野さん、そして桑野さんから映らない、はい、昨年のチャンピオン桑谷さんはなんちゃだわからない、すみません。シャーチャが、シャーチャが岡田さんですね。リング代表の岡田さん、ペーチャが倉谷さん、なんかスイッチャーがはい、すみません。はい、それでは見ていきましょう。ドラガトーン、トーン1曲ですね。手配はどうですかね、高さん。名前が見えない。名前が見えない。北村さんが、親の北村さんがだいぶ整ってるように見えましたが、親の北村さんこちらですかね。はい。あ、E1 がんこになってイーシャン点。イーシャン点ですね。まあ、ドラはないですけど、親で先手取ってリーチ打ちたいような手格好ですね。何人参加してるの？今日の。決勝といいますか、この、本戦は20名参加です。20名参加で、最終的には1人を決めるという戦いですね。うん、ドラのトーンが統一の人が誰もいないか。さあ、倉谷さんはドラの短期に持っていく形ですかね。ちょっと3色も見つつ、チュンが出て岡田さんがポンしましたね。はい、岡田さんはチューンを仕掛けてかわしに行きました。さあ、クワッタニさん、これドア短期に持っていくんだったらウーソー切りなんですが、3色をまだ見る、スーソー引くと差し子の形できますからね。うん、ちょっと形苦しいですが、タンヤ OK に、うん、さあ、ドアのトン持ってきた岡田さんは一旦9ピン切りと。うん、お、パースを引いてテンパイですね。はい、北村さんが終わり位置、リーチのみですが間違い、そうですね。ババさんは、今早速休憩されてます、はい、ババさんは2回戦3回戦5回戦を解説していただけるということで、僕は1-4を担当します。まあ、こちらリャン、おお、びっくりした。一発かと思った。ちょっと少しでしたね。2回連続パーソーでしたね。あのあれですね、倉谷さんが思惑通り3色を目指して。はい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 。3色できましたね。いい数層が入りました、ね。うん、ただ親に対してドラのトーンがさすがに切りづらいので。岡田さんも倉谷さんもトン次第なところはどうですかね。まあ、倉谷さんは、サブロック入ったらドア短期でリーチしそうな雰囲気がありますが、
ちょっと全員にトンがばらけましたね、親以外に。これは結構苦しいですね。向かっていけるのがクラタニさんぐらいかな。パワー1がこれが宝珠ですね。はい、リーチのみ、2000点ですね。はい、北村さんの連チャンとなります。トン2局の1本番、まあ、2000点ならよしっていう感じですね。まっすぐ行った結果、はい、上がった方も打った方も、ね、まあいいでしょうみたいな。そういう時はまあいいでしょうって思いますか。思います思います。浦さんだったらもうげっそりしますけど。親に浦さんはそれはげっそりだと思います。浦でも嫌ですけど、浦一までなら許します。はい、トンの一局一本はドラが初、北村さんの連チャンですね。さて、連続で役牌のドラが続いてますが、役牌のドラの時って好きですか。私は嫌いです。私は嫌いです。多分好きな人もいるんでしょうけどね。僕もあんまり好きじゃないんですけど。もちろん重なれば嬉しいんですけど、1枚とかハイパイで持った時が一番厄介だなと思って、うん、なかなか手を進められなくなっちゃうので、はい、足かせになりがちですよね、うん。まあ、いつ切るかっていうのも結構実力の要素、大事な要素だとは思うんですけども、切るタイミングみたいな、あとはまあどうやって使うかとか、切らないならどうやって使うか。私は嫌いです。あんこだったら大好き、それは誰でもそうです。うん、さて、岡田さん統一が多いですね。そうですね、まあちょっと難がある以上動きにくいんですが、お、数ワンがあんこになって、さあここで、まだ切らない。初が重なったら最高と。初、イースピン先に引いたときにどっちに受けるかっていうのはありますけど、特にイーピンの方ですね。倉谷さん、ガンリャンピンが入りました。うん、さあ、リャンピンは3個の体にはなりますが、つもぎった。そうですね、右上の50分は、時間の打ち切りです。50分が経った、時点の局で終了となります。さあ、イース3ピンを引いて、これでイーシャンテン。本日女性3人参加されてるんですけど、なんと、はい、まだ今年も女性最強位出てないので、ぜひぜひ、はい、女性の方には同じ女性としては頑張ってほしいんです、ね、高橋さんがもうちょっと頑張ってとか。はいはい、倉谷さんからリーチ入りました。はい、倉谷さん、先制リーチ。関数案のリーチのみですが、積極的にここは攻めていきましたね。うん、岡田さんは単野に移行ですね。はい、さあここでドラが出ましたが、統一の人はいない。あ、数ワンはここですね。北村さんにあんこ、親の押し返しが来るとちょっと不意ですね。そうですね、ドラが切れたので結構前に出れる方が増えたんで、ね、うん、はいはい、さあ数ワンは山にはありません。平地圧倒的不利では、そうですね、まあ、ただ親がそんなに親の回数っていうのが絶対的に麻雀っていうのは有利な条件っていうわけではないので、し時間打ち切りがあるせいですけれど、ただペーチャですと親最後上がりやめの選択もできるので、うん、そうですね、トップで迎えればちょっと若干有利な面はありますよね、はいはいはい、親っていうのは逆転するためには結構大事なんですけど、単純にトップ取るためだけだったらそんなにそこまで大事じゃないので、桑尾さんはチートイツのイシャンテン。本
当だ、倉谷さんの名前の表示が藤谷さんになってるそうで、ちょっとすぐに直していただきますので、はい、これはおそらくすぐに修正していただけると思います。大変申し訳ございません、はい、気づいていただいてありがとうございます全然気づかなかった本当ですね。さあ桑野さんはチート1の2シャンテンを崩した。やっぱり1回戦は結構慎重に行く方が多い中で、この倉谷さんの積極的なリーチ策がうまくなんかハマってますねそうですね、みんなが、はい、みんなが手を崩してて行けそうだった親の北村さんもこれで手を崩して、一人テンパイが濃厚になってきましたね。最初にドラがやっぱりばらけてたのも良かったですね。さあ残り1巡ですか。はい、佐谷さん名前直りましたありがとうございます。これが入ってですね。はい、上がるより嬉しい一人転敗はい、倉谷さんの一人転敗で流局です。上がるより嬉しいことはないか詰まった方が嬉しいですね、さすがに。はい、と2曲に移ります。親は桑野さんです。流れて2本馬ですね、うん、やっぱりあの関数ワンをほとんど悩まずに即利いけるところは強さですよね。そうですね、昇降、うん、とか入ってしまうとまた向かってきやすくなってしまったりするので、はいはいはい、多分こっちからは見えないですけど、多分自信満々にリーチしてるように見えてるんで最初に決めてあったんでしょうね、もう、うん、でもああいうリーチ打てるのはやっぱり強いですよね、うん、高橋さんいじめないでください。頑張ります横で今うなだれてます。はい、ドラ嘘です。ハキ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 喋ります、頑張ってはい、親は桑野さんに移ってますが、ドラが嘘、うん、桑野さんはまずまず、岡田さんが、お、これはいいですね。もういいシャンテンですか。今最高の嘘を引いていいシャンテンになりました。さあ桑谷さんはドラが統一になった。 4統一。北村さんは端が多かったですね、うん、これ白が重なってちょっと7、8、9が見えるんですが、3ピン切りから、うん、うん、これはあまり嬉しくないような嬉しいような、つもぎります。乱面を作りに行きますね。チートイツのイーシャンテン、チートイドアドアのイーシャンテンになりました。自敗を残していきます。田村さんもちゃんと意識してますね、うん、おっとなんかイーピン切りがあだになってしまいましたが、ただこれでもいいで、ね、で一旦やみてん、はい、まあ、2と2の町なんで結構シャンポンのままでリーチ行っても強い町ですが、後継を作りに行きましたね。スーソーとかチーソーを引いてタンヤオがついたらどうするんですかね、はい、うん、タンヤオがついたらリーチするのか、タンヤオがついたら余計にダマにするのかもちょっとわからないですね。それかまたチーソーとか引いてきたら一通を見て崩すまでありますかね、うん、そうですね、チーソーだと崩すかもしれないですね。そのあたりも注目しましょう。イーソーちょっと違う、うん、この数番かぶりはしょうがないお、ここでつもぎリーチ、なるほど、はい、3万を引いても嬉しくないので、うん、しかもウーピンが出たところっていうそれももしかしたらあるのかもしれないですね。このつもぎりリーチが皆さんにどう映るかですね、はい、川野さんは白の統一落とし、あら、すそさあ、リャンワンはこちらに統一です。リャンピンは山に2枚ですかね。寺谷さんもせっかくのドラドラなんで、はい、テンパったらもちろん追いかけたいですね。
違う。あんこになりました。あ、リャンピンがこちらに来ました。あ、北川さんは、かなり折り気味に打ってるんで、あのリャンピンは止まりそうな感じですが、どうでしょうね。ウーピンつもぎりを見て変なことを考えちゃうと出ちゃうかも。さあ、パワー1がアンコになりましたが、桑野さんの手はちょっと苦しいか。ただ切れる牌が、うん、ウーワンは、先ほど倉谷さんが通してますね。はい、ノーソー、シャー、やっぱりシャーでできれば待ちたかったっていうのもあるんでしょうけど、だんだん難しくなってきますね。あんこが一つあるだけでちょっと難しくなりますね、やっぱり。3万、さあワンチャンスですが、お、行きました。ローワンを通したら3万も通せるというやつですね。はい、うん、今通ったパワー1、パフィンは現物です。おっと、リャンピンを打てばテンパイでしたが、ノータイムで E1、 硬い。追いかけるかと思いきや、うん、さらにリャンソー、あと一発もらったっていうやつですけど、ただ当たり牌というリャンピンが当たり牌ですね。もうぴったり止めてますね。うん、さあ北村さん、入局までに転牌ぐらいは取れそうか。もうリャンピンは2人とも流れてるんですね。ヤンワンリャンピンは山にはない。倉谷さんもチートイ手振らないですね。まあ、チートイはちょっと先制リーチ入られるともうだいぶ厳しいですからね。あの当たりそうな牌を切れなくて止めつつってやってるとやっぱり転牌にくくなっちゃうんで、はい、で岡田さんが配定ですね。はい、はい、一人転敗でまたしても流局となかなかリーチに対して今回向かっていける人がいないですね。それかまだまだ皆さん慎重ですか。そうですね、慎重な印象を受けますね。まあ、倉谷さんはかなり意識的に攻めようとしている感じはしますけど、いやでも北村さんちゃんとリャンピン止めて、うん、今アンコートしたか、はい、かなり慎重ですね、はい、皆さん守備が強いですね。さあこれで、強卓が2本の3本番になりました。この局はかなり上がりの価値が大きい。岡田さんの手がめちゃくちゃいい。ハイパイがとても良かったですね。めちゃくちゃ良かったですね。ドラはいいそうです。下メンツぐらいできてたかな。うん、ドラはいいそうですが、イーシャンテンぐらいじゃなかったですか今。さあ、クワノさんはシャーとペイが統一。はい、こちら親の、うん、イーシャンテンですね。岡田さん、イーシャンテン。はい。はいはい。さあ、他の方はちょっと苦しいか。スピード的に追いつけた。川野さんが目を本チートイツまで行ってそうですね、まあ、本一には、もちろん寄せていくでしょう。チートになるかどうかはちょっとわからないですけどね。北村さん3ピン入ってちょっとまとまった感じですかね。さあ岡田さん、ローワンか数ピンが両面化してほしい。倉谷さん、三蔵がんこになって、ジャントキューピンに固定しましたね。桑野さん、
想像一枚も引かないハイパイがもうどう見ても本一の時にその牌一枚も引かないのイライラしますよ。一枚ぐらいでもいますよね。さあ引かない。引かない。まあ自分の持ってる種類の牌は当然引きにくいのは引きにくいんですけどね、確率的に言うと。中谷さんが一歩前進で。お、初が重なってこれチートイシャンテン、名本チートイのイシャンテンになってます。いやー、ぶつかってほしいですね。クワタニさんもイシャンテン、北村さんもイシャンテン。お、ナン、お、ダンキューマンか。うん、ナンはナンは3枚切れ3枚切れまあまあまあ、安全牌として9番のヒッターさん。あ、テンパイですが、さあ岡田さんテンパって、ここは闇テン、チーピンが1枚飛んでるんでっていうこと感じですね。あ、2枚飛び、ごめんなさい。あ、そうなんですね、チーピン2枚飛びですね。まあ、これでピンズの後継変化が非常に強い。ちょっと北村さんのリアンソーが、うん、そうですね、まあ、このままテンパると出る形のリアンソーですが、その前にさあ、でもこれで間違いが入りそうですかね。チーピンが2枚飛んでて、だ三蔵引いてのビョラリャンメンもいいなと思ってると思うんで、もう悩んでチーピン切り、うん、チーピン切り、換算ピンに受け替えですね。風、はい、ワンを引くと3色に振り返りますね。お、まさかの両層が、両層引き、ここで重なりましたね。C1 から行きましたね。ローワンの枚数が2枚飛びか。まあ、Q1 が全員の安牌だからですかね、これは。安全度の比較ってことですか。はい、ローワンもそんなに2枚飛びで引けそうな牌でもないし、一番安全な Q1 残しておこうという。三ピンは場には切れてないんですね、うん、さあ、チートイのイーシャンテンも拒否、三ワンつもぎ。うん、ションパイの白気持ち悪いですが、いきます。岡田さん、ウーマンとか引きたいですね。そうですね、ウーマンヒット3色ですねあ、北村さんがテンパイです。お、テンパイ、ヤンゾーとウーマンの闇剣、うん、あ、ウーマン振り替わりました。これで3色、バイヤン3色。さあ、3ピンが出ると高い。あ、桑谷さんからリーチ入りました、リャンウーピン。あ、北村さんもこれで変化しましたが、ウーマン切り、サブローワンは振り点ですかね、うん、自分で切ってますね。で、現物のウーマンを切っていきましたね。はい、あ、桑野さんがなんかすごいことになってる。桑野さんがチートイテンパイで白炭機でリーチしました。三蔵、危険な三蔵を打って上がれそうな白炭機のチートイリーチ、一枚切れの白、あ、岡田さんが一発で、これは掴んでしまいました。はい、リーチ一発、メンホンチートイ、ドラドラ、バイマンですね。これはいきなり大きな上がり出ましたね。はい、まあ、これはもう岡田さんもね、換算品の単位を3色貼ってましたからね。はい、はい、ぶつかりましたね。1個前の白はちょっと気持ち悪くて、うん、ちょっと昇降しましたけど、はい、まあ、でもやっぱりあの危険なところに3蔵打って白短期でリーチ行ったのが今のは素晴らしいですよね。はい、強かったですね、はい、うん、点数一緒だって言って安全な方の白切って受ける人もいると思うんですけど、うん、まあ、自分の上がりやすさ、ね、うん、はい、はい、ではトン4局に移ります。親が倉谷さん、ドラがローピンです。お、いいですね、桑野さん。今上がった桑野さん急に今上がったとか言うとまた怒られちゃいますけどいや、怒られるんですか。いや、わかんないです。僕は怒られる僕は怒られるかもしれない、うん、高橋さんは褒められるかもしれないあ、そういう感じですねいやー、もうイーシャンテンですね、これ。ピンフドライチのイーシャンテン。さあ、桑谷さん、
攻め続けてはいますが少し空振りが続いております。あ、これで桑野さん電波、お、黙った。スーチーピン、スーチーピン、闇点、ピンフドライチ、もうこの点数を守りきろうっていうことですかね。さあここは桑野さんダマにしていきました。あ、ボギーリーチ一巡やっぱりリーチだなっていう感じで思い直してリーチしましたね。ピンス系のつもぎりリーチって分からなくなりますよねまあどっちのシロスとのドラ、ドラまたぎのチーピンと、まあ、スーピンとつもぎりリーチでも切りづらい範囲なんで、んあんまり出上がりには影響しないかなという。むしろまあそのつもぎりリーチだったら通せそうな1球杯とかをバシバシ切られちゃうっていうのはあるんですけど。あ、なるほど。黒谷さんがイーシャンペン、うん、さあ北村さんは白のトイツ落とし、誰か戦えそうな人は、うん、岡田さんちょっと厳しい、マンズの 1-2 が落としていけないんですよね、これ。そうですね、3万とか持ってきたらちょっと行きたくなるかなって感じではありますが、うん、北村さんはチートイリアンシャンペン。ん、さあ追いついたウッパー層、現物待ちですがここは積極的に行きました。もう一貫してますね。親の倉谷さん、あ、止めました。リーチ、ピンフ、ツモ、ドライチ、裏も乗りました。ドラドラ、はい、2戦4戦桑野さんが一気にリードしましたね、うん、はい、桑野さんがこれで5万点を超えましたね。ただもう連チャンもあんまりなく、あ、そんなこと、流局流局ですね、うん、もうナンバーに入りました。なんか時間内に終わりそうな、はい、最後まで上が回るんじゃないかなと、はい、最後までいけるかもしれないですね。南一局、親が北村さん、ドラがリャンソーです。はい、まあ、桑野さん、ここまで来るとやっぱりもう基本は自分の親番以外は局回しを優先と、はい、うん、でまあ、他の方はもちろんトップ逆転も目指したいんですが、現実的には2着、拾いに行って妥協っていうことも大事になってきますね。着順を一つでも上げると、やっぱり初戦は20分の8に入ればいいんで、はい、あのトップはめちゃくちゃ偉いルールなんですが、あんまり現実的じゃなくなってきたらどっかで妥協すると。なるほど、はい、まあ、トップがだいぶ離れちゃった、ね、はい、俺はトップしか興味ねえっていう人もいますけどやっぱりトップが大きいルールなんで、もちろん話したいんですが、はい、岡田さん、お、ペイを切ってチートイツ、もうペイのあんこを生かさずにチートイに決め打ちましたね。ローソーが重なる。岡田さんはチートイツとまだ国士も見てますか。国士か、1,2,3,4,5,6,7,8 8種ですからね、うん、もしかしたら見てるかもしれないですね。お、あ、国士だ、国士ですね、これ国士だ、チートイじゃなくそのための失礼しました、そのためのペイ失礼しました。もう迷彩を作っての国士ですね、あれは。マンズの本一に見せかけての国士、うん、あ、しかし八百中杯のトイツが多い。桑谷さんこそチートイツですね、これは。さあ北村さんの手がいい、北村さんがタンヤオ系のドラ、ドラもつもぎり、うん、ドラもつもぎり。これ現状はまだ苦しい形ですけど、すぐに形変わりますからね。あ、チーピンがちょっともったいないことになりましたけど、さあ桑野さんがいいシャンテン、先にピンズが完成してピンフの闇点にしたいところでしょう。桑野さんがパンピンアンコになって、スアンコ、スアンコも見てチットイはシャンテン。あ、こうなった。さあ行きました、ここはパーピンが
良さそうに見えたか。チーピンがめちゃくちゃなんかピンズが異常な川ですね。チーピンが自分の目から3枚見え。ウーピン切ってる方が2人、パーピンが一見良さそうに見えて自分も9ピンを早めに切っていると。ローピンが一発ローピン2枚切れですからね。さすがにこっちにはなかなか受けられないんですけど、ただこの倉谷さんがパーピンがあんこ、さあこれは山には残り1枚。こちら倉谷さんの手にパーピンが2枚あって3枚あって折り打ちがもしかしたらあるのかな。そうですね、安全にチューンの統一落としを言ってるので、うん、もしかすると詰まっちゃうとパーピンが出てしまう。そうですね、今現状が多分安全牌がないんで、そうですね、うん、チー統一も見えるので、ま、でも今ここで老僧か、そうですね、老僧が通って次パーソーでイーシャンテンキープしたんで、あ、ごめんなさい、イーシャンテンじゃなかった、同走打って次がないですね。これもし転敗しちゃうとパピン出ちゃうかもですね。スーワンが筋とカンパーピンにあんまり見えないですからね、あのリーチ。そうですね、キューピンが早いので、うん、キューピンが早、60目に切ってあってちょっと経った後にウーピンギリーチでキューピンも3枚飛びと。さて出詰まり、あーパーピン出ました、うん、リーチ、ドライチ、はい、2600点、うん、どんどん桑野さんが加点していきます。そうですね、うん、まあ、これは曲を進めたかったついでの加点っていう感じでしょうけど、はい、はい、うん、倉谷さん今までここまで一貫して結構おせおせできてた中で、あの宝珠もしかしたらちょっと気にしちゃうかもしれないですね、まあ、僕は全然気にしないんですけど、もしかしたら気にしちゃうタイプかも。気にしちゃうタイプ。自分は気にしないんです、ね、僕は気にしないです、全く私も気にしちゃうタイプです。なんか押そうって決めてる時に折り打ちしちゃったりすると結構メンタルに来ちゃう人はいると思うんで、ちょっと2着3着4着の間の点差がちょっとずつ離れてるのが、うん、そうですね、今現状が8000点ずつ違いますね、約8000点。なんの2曲親が桑野さん、ドラキューピンです、はい、さあ桑野さん、点数持ってますが親番は基本的にはそんなにガチガチにしてても得しないんで、この曲は攻める可能性がありますね、さらに加点と。倉谷さんがドラドラのあって一通も見えるような手配でしたね、うん、岡田さんが1-2-3の3色からちゃんたを目指してって感じですか。岡田さん、はい、そうですね、1-2-3の3色とちゃんたと3つ、はい、もうウーマンも切っていったので、あとはさっきと一緒の国士ですね。なるほど。やっぱりちょっと点数がないっていうのもあって国士の目を潰さないように言ってますよね。そうですね、万が一の逆転と、1回戦目から4着はちょっと厳しいですね、うん、万が一の大逆転の目を残しながら打ってるっていう。田村さんもゴロチの3色が見えますね、うん、さあ桑野さん形的にはウーピンを切りました、うん、タンヤをなら E1 ですが形を優先ですね。さあ国士のジャンと国士で見ると、うん、1-2-3シャンテンですか、うん、さあこの3同チーして倉谷さんは1通ドアドアの仕掛けですね。9層が場には1枚、あ、9層が待ちになっちゃえば結構この3面ちゃんも強いので、お、これでもしかしたらドア3かも。さて、お、川野さん、まあ、ここは形的にも E1 かウーソーか E1、 E1 ウーソードアあたりですけど、
同腕切りだと両面変化した時の形が一番いいですけどね。岡田さんまた先に2万打ってきましたよ。お迷彩さあ北村さんはゴロチにはなりませんでしたがイシャンテン、さてこれはチーソーですか。はい、広さ、ね、お岡田さんリャンシャンテン、トンナンシャーペー、初と9ピンと9ワンかな、初9ピン9ワン、残ってそうですよ、川には全く出てないですよ残ってそうですよ、うん、9ピン 9ピンと初は使われてます。おさあこれ9ピンと初は1枚ずつ、あ、違う、ごめんなさい、2枚ずつありますよ、2枚ずつ山に残ってますね。これはまさかのありますか。ありますよ、これは。ただ町がドラになっちゃうとちょっと嫌なんでね、うん、先に9ピン入ってくれたりすると。あ、桑谷さんが不意点になってしまいました。急走、これだと急走地位から入らないとちょっと苦しい。さあ小川さん、うん、形でウーソーと、うん、あ、違ったすいません、両ピンに見えた、うん、うん、さあここも形でいくと、まあ、3番か同番なんですが、3色のことを考えると3番の方が2枚飛びか、ごめんなさい。あ、そうなんですね、うん、じゃあポンテンも考えてるんですかね。そうですね、まあ、ポンテンというか単純に受け入れのことを優先して、はい。さあ国士の関連牌まだ全然誰にも行きませんよさあどうだ、お、来た9ピンで確信テンパイ、9ピンで、そして桑谷さんも9走で1通が確定しました。はい、はい、これで E ピンと9ピンの待ちですが、9ピンは頭跳ねになりますね、これ。わあ、ドキドキになりましたけどさあ、おー、すごい岡田さん、国士無双の上がりです。うわあ、出ました、すごいすごいな、これは。もうなんか今会場がざわざわしちゃうはい、いやー、見せましたね、すごいですねこれは、はい、手順がもう最初からやっぱり国旗を残しながら打ってましたからね、はい、ありましたね。一見ちゃんた系の普通の横に平たい手だったんですけども、ちゃんと3色、ちゃんと3色がかなり確定してましたからね、それを崩して国旗、そうですね、いやー、これはすごい。しかも桑野さん親かぶりなんで、これトップまで見えてきましたよ。います、あ、いや、トップになりましたね今。はい、トップになってますね今瞬間。岡田さんがまさか7000点のラス目から一気にトップに浮上です。これは桑野さんも厳しい、4万8000点縮まりますからね一撃で。5万点持っていたところからね相当はい、なの3曲と、親が岡田さんに移りまして、ドラガシャーです。いやーと、1回戦からすごい展開になりました。なの3曲、岡田さんの親番、残り時間は13分くらいですか。さあ岡田さん仕掛けていきました、初のポン、まあ、これで目標がかなりはっきりしてきたんで、岡田さんと桑野さんは、トップのトップ取り勝負、北村さん、桑谷さんは3着、4着の競り合いと。まあ、北村さんはもう親番がないんで、ちょっと着順これ以上の浮上は厳しいんで、はい、桑谷さんになんとかまくられないようにと。桑谷さんは、まあ、親が一応あるんですが、時間的にもちょっと厳しいんで、現実的には3着狙いですかね。さあ熊野さん、ドアのシャアをここで話していきます。そうですね、仕掛けも入ってるとドラ切りづらいですが、うん、まあ、ただもう今ここまで来ると1000点1500点でも何でもいいから上がり勝負っていうところはちょっとありますね。やっぱり岡田さんもペンちゃん外していきましたね。はい、おいい3番が、さあこれでテンパイサブローワンですが、うん、数ピンにくっつくと一気に打点が上がりますが、ただ
5と3両方引かないと3色にならないのとこの点数状況だとリーチですね。はい、桑野さんからサブローマンのリーチが入りました。現状リーチのみではありますが、さあ岡田さんはリャンシャンテン苦しいか、北村さんはここには打ちたくないですね。うん、岡田さんチーソーチーして前に出られますがそこは消極的に行きました。うん、まあ、ここで一回逆転されてもっていう感じですかね。そうですね、まあ、宝珠を避けといたらオーラスまたチャンスが来るという感じですかね。直撃してしまうとだいぶ差が生まれてしまう可能性があるので、うん、さあこれチーピンはもの引っ掛けの範囲ですがウーピン、ウーピンまだまだ頑張る。急走押してますね、途中から、ね、はい、一発は嫌だったのかな、違うな、うん、でも2回目も数ピン続けましたしね。そうですね、途中から押し始めましたね。まあ、現物あるうちはですが、うん、さあこれで一応 E1、Q1 切るといいシャンテンですがパーソー切り、おマンズと色読みしてますかね、もしかして。なるほどマンズ以外全部通るとすごいですね、それだったらパーソンもキルソンも通ってないですからね、はいはい、ウーピンも通ってなかったですしね、うん、まあいろいろ当たってるんですけどもさあサブローモンはさあこちら Q1、 さらにまたイーシャンテンに戻せますが、さあ E1 を押してイーシャンテン、北村さんか、うん、北村さん、まあ、テンパイを欲しいとこですけどちょっとここで無理してもし8000放銃しちゃうとそれだけで倉谷さん一気に楽にさせちゃうので、あ、岡田さんテンパイしました。テンパイ、ローソーを切ってチーピン Q1、 チーピン Q1 ってなんか良さそうな雰囲気が結構いいですね。 Q1 2枚チーピン1枚生きてますね。なかなかいい街になりましたけど、うん、もうあとは押していくんですかね。そうですね、まあ、テンパイならっていう感じですか。さあサブローはもう残り3枚と思われますが、あ、9万、あ、すごい、これは、はい、はい、岡田さん、1500ですがライバルからのリーチ棒込みの直撃と、これで5000点離れます。すごいですね、一旦回ってからの、いや、ミラクルな手順ですね。もう Q1 押してたら絶対上がれてない手順だったんで、はい、Q1 が重なったからこその上がりという、ね、両面を切っていって、うん、上がり切った、あ、ハクとチュンが、チュンがといつ1、2、3、ドラは急走、あれリャンシャンテンか、うん、相当いいリャンシャンテンですが、さあ桑野さんは、桑野さんは初がアンコ、うん、まあ、リーチ初で積もればまた逆転できますね、これは。あ、もういいシャンテン、お、先に引っ掛け、まあ、これはあの先に引っ掛けっていうよりはちゃんとに寄せていって、そうですね、はい、スタメンの3色なればっていう、ね、うん、3色と、まあ、あとトン重なったりトン短期でも打点ついてくるんで、うん、ポンポンでトン短期っていうのも、お、もう切っていきましたね、はい、だから数ピンはいらないっていうことですかね、まあ、先に3ピン引いてリーチが打てなくなるのだけがちょっとリスクですけど、さっきの感じ見てるとハクもチュンも出たらもう泣いていくんですかね先に、うん、そうでしょうね、ハクポンして2ピン切って重なるか短期かっていう、うん、さあ桑野さんこのハクは、うん、さあポンしてじゃあ2ピンですかね。あ、何を切った、ちゃんと3色、やっぱ E ピン引いた時のこと、うん、うん、
さん、桑谷さんはまだちょっと厳しいですね。北村さんは、北村さんの手が飛んだ。あ、桑野さんがイーシャンテン、はい、イーシャンテン、四五の三色もちょっと見えますね。初、これは桑野さんのあんこの牌ですが、リャンピンを切ります。小三元チャンス、うん、ならないんだけど。さあチュンが出て、これはポンで、さあトンを切って小三元に受けました。ただこれは桑野さんがあんこと、うん、ヤクヤクちゃんた小三元。いや、桑野さんからはいいですけど、他の人から見たらだいぶ怖いですよね、うん、お、これはカンか、チュンのカカンで、ローソー、シンドラ、シンドラはパーピン。だこれは桑野さんチャンスですね。自分からはもう小三元、大三元ないっていうのが分かってるだけに押しやすいですね、うん。まあ、どの道を押さなきゃいけない立場ですけど、さらに押しやすいです。あ、これテンパイ、スーチーピン、シゴロは崩れましたが、うん、かなり現物待ちですが、ここはリーチいきますよね、はい。まあ、ドアで刺さったら致命傷ですが、もうトップが偉いと。リーチ初、缶も入ってるんでね、うん、ぜひ裏ドラを見たいところですけど、岡田さんはまあ初短期で押し切るんでしょうね、うん、はい、うん。ただまあ関してもこれで打点が初じゃなくても訓読ぐらいあるんで、うん、街入れ替えても全然いいところですけどね。北村さんもテンパイでしたが崩していきましたね、はい。北村さんはちょっと立場的にかなり押しづらいです。岡田さん、うん、手配短くて苦しいですが、さあチーヒソーいきます。親も押してるんで共通の安牌らしいのがないんですかね。リャン E1、 リャン1の先利を見てリャン1、 E1 か、 E1、 あ、これで間違いはせない、しない、 E1 つもぎり、うん、パー1もういきますね。全部多分初短期で押し切る、はい、でもただもしかしたらあの川だとスッチーピンは止まる可能性はありますかね。もう順目も深くなってくると、もう3ピンパーピンで切ってる、いわゆる間4件というやつなんで、もう現物切って降りるパターンもありますかね、はい、うん、そうですね、まあ、順目が深くなってくるとその可能性もありそうですね。ノーワン、まだ行く。さあスッチーピンはところで、スッチーピンが1、2、まだまだ全然ありそうですね。手配に1枚、1、2、3、4、3枚ぐらいあるんじゃないですか。4枚ぐらい残ってません？いや、そんなことない。あ、そうか、ドラ表示牌があるのか、はい。じゃあ3枚残ってますね。3枚残り、あ、こちらに1枚いきました。残り2枚、うん、積もれない、あ、あ、びっくりしたさあ残りあと10名が少ないですが、え、まだ2枚いるんですか。さあどうだ、ラスト、ラスト積もか、桑野さんの最後、うーん、積もれず。そしてこれが配定です。配定でイーソーが通ってますね、はい、はい、流局2人転敗ですね。岡田さんと桑野さんの2人転敗、うん。さあこれ岡田さんが連チャンしてるので、倉谷さん親番が回ってこない可能性が、うん、そうですね、まあ、これがおそらく最終局になりそうですね。先ほどの時間が3分くらいだったので、さあこれが事実上のオーラスとなりそうです。はい、南3局、岡田さんの親が連チャンです。ドラがパーピン、うん、まあ、オーラスって考えると岡田さんも上がって終わらせたいところですね。降りてると、まあ、桑野さんにリーチって言われたりする可能性も全然あるんで、北村さんはパーピンあんことパワーあんこ、桑野さんもまずまずか、
さてちょっと点数条件があるんで難しいところですけど、タンヤオに寄せていきたいですね。現状が6400点差の教託1本2本馬なんで、まあ1000、2000ですね。やっぱり700、1300ではちょっと届かないと、うん、桑野さんが1000、2000から、はい、桑野さんが1000、2000、もしくは5200以上の出上がりという感じです。桑谷さんは、1300、2600以上ですかね。なかなか皆さん手が厳しい。北村さんはタンヤオドアさんに向けて育ってきました。ちょっと岡田さん苦しいですね。この曲初が泣けるか、初出たら仕掛けますかね。あ、いいとこ引いた。さあこれドラがパーピン、そうですね、チーピン打っといた方がおそらく後に柔軟にあるかなと。ローピン、チーピン残ってローピン引くより3ピン残って数ピン引く方が嬉しいですからね、あの形は。だいぶ岡田さんも手がまとまってきたので、うん、初泣きますかね。そうですね、まあ、あんまり悠長に構えてる余裕はないとは思うんで。ただ守備力ゼロにしちゃうのも嫌なんで、そこが難しいところなんですけど。もし桑野さんから来られたら、いいとこ引いた。さあ桑野さんこれでいいシャンテン、フリテンが残ることを考えても、ただ相撲条件だと数層残しが広いか、ウーワン、うん、数層を切ってウーワンとのくっつき、ウーワンとピンズですね。お、さあ桑谷さんいい動作を引きました。ああただ振り点転配にはなったんですけどね、これで、はい、これで、ごめんなさい、5、6、7の3色のメンバーが出てきましたね、はい、3色が見えるので。さあ誰が最初に来るんですかね。うん、まあでも3ゾーン2枚飛びか、3ゾーン2枚飛びだったらさすがに数層切るな、ごめんなさい、数層切りますよね。さあこれはストレートに行くのは数層ですが、3色残すんだと小層になりますね。もしくは3ピン2飛びで、そうですね、3ピン2枚飛びを見て2ピンを切って3色の面も残すと。テンパらない、うん、さあ岡田さんはもうこのぐらいの順目になるとオリ優先か。はい、桑谷さんパーソー、安めのパーソーを引いてカムピのリーチ、積もって裏1条件ですね。仕掛けてカンサンマンのドラさん転配です。うん、まあ、これはもう桑野さんあんまり降りる意味がない場面ではあるんで、9ピンは積もりたいとこです。倉谷さんの皮が強すぎる、うん、強すぎるだけに、もう9ピンは、あ、9ピン現物か、9ピンは現物なんですが、あ、パーピンドラですね、はい、すいません、それで迷ってた。パーピンがドラで自分転配でどうするか、うん、そうですね、まあ、これでリーチして積もったらまくれる待ちなんですが、行きましたね、はい、はい、ドラの積もりかけました。パーピンのリーチ、さあドラのパーピンは残り1枚あります。岡田さんはもう降りるしかないですかね。ただ共通安牌がないんですかね。共通安牌がない。というより桑野さんに対しての安牌はほとんど何もない状態ですね。変に筋を押すのも怖いですからね。そうですね。ウーワンが宣言牌だけしか通ってなくて、ピンズも何も通ってないんで、もう歯を食いしばって初ですかね、ここは。初かリャンワンかあたりですか。ターワン、筋。ギャンピン、あ、そっか、北村さん、うん、そう、北村さんも3人転配なんですね、今。あ、北村さん、
うん、北村さん今現物のパワーを打ちましたね。これでさああとは2人のめくり合いか。あ、初、うん、E1 が通った。そうですね、北村さんも放獣してしまってラスになると。あら、さあ桑野さんラスパーピン積もりました。戦2戦条件をクリア。はい、さあこれで桑野さん逆転トップ。なんと最後は桑野さんが再びまくってトップに立ちました。はい、うん、はい、これで1回戦終了ですね。はい、着順が、1位が桑野さん、はい、2位が岡田さん、3位が北村さん、4位が倉谷さんとなりました。はい、いや熱かったですね、うん、最初から。そうですね、そうです、めちゃくちゃ熱いハンちゃんでしたけど、国試点、うん、国試の上がりもありましたけど、いやさらに桑野さんが、うん、やりましたね。桑野さんここは戦2戦条件もしっかり作って、はい、これお見事ですね。戦2戦っていう条件もちゃんと把握してその手作りをして、はい、最後思い切ってカンパーピンでリーチ、はい、うん、こっち映ってた岡田さんの流れなんてなかった。流れで選手こっちに来ることはないんですか。そうですね、おそらくないんじゃないですかね。はい、 CM の方が準備してありますので一旦 CM の方をご覧になってお待ちください。